い、どうも。アニメ論争団をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。ミルバケソと、ヨッサンです。はい、というわけで、今回はヨッサンが企画を持ってきてくれました。はい。はい、一体何でしょう？前回っていうか、だいぶ前に、うん、ホワイトニングスタイル。はい、ビースマイルってやつ。そう、うん。他のやつで、探してきたんですよ。うん、おー、すごい。これが。こちら。プロポリンスです。はい。で、こっちが、本来、口内洗浄用。うん。で、こっちは、デンタルホワイトニングって書いてあるね。ホワイトニング。これをやった後に、やれば白くなる。なるほど。っていうやつを。はい。じゃあ、二つセットで用意してみました。はい。普通に含んで、ぐちゃぐちゃやる。うん。で、ペッて出すと、汚れが出てくる。液に汚れの色がつくってこと？そう。吸着して、汚れを出す。なるほど。いや、うちらやったらやべんじゃねえかなって思ったんですけど。やばそうだね。ちょっとね、歯をね、綺麗にしようかなと思って。はい。はい、じゃあちょっとやっていきましょう。はい。はい。それでは、レッツゴー！味は保証できないですね。でかいな。どんぐらい使うのそれ。おー。あー、普通のなんか、あれだね。イソジン。ウォンダミンみたいな。あれ二人とも言ってることが違う。イソジンかと思った。本当？で、カップ半分くらいを入れて、はい。20〜30秒、口の中、よくすすいで、くじくじっとすると。してから、ペッとしてください。はい、わかりました。そうすると、出てくるらしいよ。おー、入れてみよう。はい。あ、ほんとだ、ちょっとだけ茶色っぽいんだね。そういうイソジン。液の色がこういうね、イソジンみたいな。そう、ちょっと茶色っぽい色なんだよね、そうそう最初からね。じゃあ口に入れまーす。はーい。まず。いやばい、でも。あ、見える。え、あ、見える。見えてきた。はい。はい。ということでね。ちょっと、くちゅくちゅペーしてみましたけれども。衝撃的な。はい。じゃあ、ここからは皆さん、本当に閲覧注意です。気分を害したらな、ごめんなさい。はい。あの、食事中の方とかはね、あの、絶対見ないようにしてくださいね。やばいんで。ドン。あー。こんな感じ。こんな感じ。わかるかな？浮いてんですよ、この。黒く溜まってるやつ。が、汚れです。すごい。すごっ。やば、汚れ。ちょ、ありすぎじゃない？ね、やばいっす。で、あの、液の色が透明になってきてるよね。そう。さっきと全然違って。その色のやつが、ゴミとして吸着して。てくれてるんだと思う、うん。なるほど。じゃあ、ゴミの吸着がいいほど、液の色が薄くなるのかな、と思われます。なるほど。さあ。はい。じゃあ、私のがこっちですね。わお。わお。ちょっと、まだ茶色が残ってるから、吸着しきれてない感じがあるんですけど、それでも取れてるよね。そう。めっちゃ取れてる。もう一個。うん。こちら。そうだ、白い方があったね。仕上げのホワイトニング。はい。です。さあ、これも、同じ。口に含めて、はい。ぐじゅぐじゅすると、白くなるはず。白くなる。いや、でもこれはね、さすがにホワイトニングはすぐは。あ、そうだね。ないと思うんですけど。20〜30秒ほどすすいだ後、ブラッシングしてください。はい。私今日、歯ブラシ忘れてきてるので、あの、見るわけにやっていただこうかなと思っております。はい、わかりました。はい。最初の歯がこちらです。いい。伝わるかな？結構黄色いよ、やっぱり。うん。まあ、これをね。うん。やって、どうなるか。はい、あ、白い。今度は透明なんだね。はい。今度はこういうね、透明な液です。本当に全然に含んでいただいて。やっていきましょう。はい。よーい、スタート。3、2、1。はい。ということで、
これで口を急いで来てもらって、ブラッシングです。で、そうなった後にどうなってるか。はい、検証していきましょう。はい、ただいま戻りました。はい、おかえりなさい。はい。ちょっとね、うん、フローラルっぽい、香水、あ、バラみたいな。バラ？そう。バラの香りがするんだね、これ。ローズだね。うん。決してね、こっちは嫌な匂いはしなかったね、うん、白い方は。そうだね。うん。で、刺激もそんなに強くはないから、うん。うん、辛いのが苦手っていう人でも多分大丈夫。うん。歯ツルツルになったよ。ほんと？うん。気持ちいい。ヨーアフターが出るといいな。はい。では行きまーす。せーの。い。効果のほどやいかに。あのね、ここのね、わ、うん、かる、うんうん、これね、偽物の歯なんだけど、うん、ここがね、やけに白くなってんだよね。そっちの方が異常に、じゃあ白くなったんだ。ほら、ほら、真っ白になっちゃってるでしょ。ほんとだ。ここ。え、効果は出てるのじゃん。効果はじゃないわけじゃない。ないわけじゃないと思うよ。うん、だから臓器質は、色素沈着が、うんうん、激しいから、うん、ま、何回か繰り返すうちに、もしかしたら白くなるのかもしれない。なるほど。うん。偽物の歯はほら、色が染み込むっていうことがないから、うんうん、すぐ取れちゃって、なるほどね。真っ白になっちゃったのか。真っ白。じゃあね、使い続ければ。うん。効果は期待できるんじゃないかなと思います。ね、効果がやっぱ目に見えて期待できると、うん、継続もできるから、うん、これは本当におすすめできる商品だと思います。はい。これネットでね、売っております、うん。はい。子供用が出てます。おー、そうなんだ。そうなの。すごい。子供の方が、もしかしたらクチュクチュペーさせて、うん、あ、こんなに口汚れてるよっていうのを実感させられれば、うん、自分でちゃんと歯磨きするっていうのにつながるかもしれないね。というわけで、ここまで見てくださってありがとうございました。はい。ね、私も僕も校内綺麗にしたいなっていう方はぜひぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またゲーム実況チャンネルもやってますので、そちらも登録をよろしくお願いいたします。というわけで、ミルバケッソと、よさでした。はーい、じゃあまたね。アデュー。